根太寺は、京都府相良郡和塚町原山にある、新言宗大御派の寺院。三号は、和峰山。本尊は魅力、弥勒菩薩。回帰は、円の洲と伝えるが、詳細は不明である。山との大峰山に対し、北大邦王と称された、山岳信仰の霊地であり、山内には、現在も、祈願解析が連なる行場がある。他方と根体寺は、 京都府の南東端に近い和束町にあり、標高682メートルの和志み山に位置する。南方に位置する笠木寺と同様、山内に祈願解析が多く、古くから山岳修行の地として開けていたと推定されるが、こうした山岳寺院の常として、早々の経緯は、はっきりわかっていない。中世の記録である幸福時間無帳書によると、本体寺は、 天武天皇の白宝4年、円のおずぬの早々で、天武天皇白宝4年9月、円のおずぬによって開かれたと言われる。養老6年、大朝が最高。平城京の鬼門風寺として、聖武天皇によって道が建立され直眼寺となる。さらに、大道2年には、幸福寺の元安が最高したとするが、創建者を円の行者とするのは、 山岳寺院の早々演技にしばしば見られるもので伝承の息を出ない。鎌倉時代後期の永仁六年には伏見天皇が当時に行行したとされ、直眼により多宝塔が建てられたという。この多宝塔は現存し、福鉢の命から永仁六年の混流と認められている。現行元年には笠木へ落ち延びる途上の後代醐天皇が当時に立ち寄ったことが、 太平記に記され、そのため当時も焼き打ちにあったというが、詳細は不明である。前世紀の当時は、東東、斎藤に分かれた広大な山内に58もの帽子を抱える大伽藍を誇ったというが、幾度の戦乱や出荷で荒廃した。寺は、公安元年に再建された後、永業15年に再び消失。現在の時間は、金星末期に整えられたものである。 標高685メートルの和志峰山、山頂付近一帯が境内になっている。境には東海自然歩道に組み込まれ、今大寺山道はわずか町原山口からの道が表山道としている。このほか、北の宇治田原町側からの登山道もある。山門から少し登ったところに本道と多方島、そこからさらに登った山頂に石像法教院等が立つ。 境内東側には、行場巡りのルートがある。行場入り口からは、鈴鹿山系、ソニ高原、大峰山系が眺望できる。重要文化財史跡根体寺で行われる、第五魔法用の写真。この記述は、山城国和志峰山と卒社院、大流下三昧教寺全図にあるが、近世の儀書である可能性が高く、信頼できないという説がある。和志峰山根太寺。 宇治田原町公式ホームページ。2013年5月23日閲覧。第5次霊法関東記特別公開。十部山根大寺斎藤ト大駒、お着用。京都府観光連盟公式サイト。2013年4月29日閲覧。ありがとうございます。